はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、ファスティングにご興味があるあなたにですね、ファスティングに関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、いただいた質問に対してお答えできればと思います。はい、ファスティング後にですね、ほうれい線だったりシワが深くなりますかねというご質問をいただきましたので、お答えさせていただければと思います。結構ですね、やっぱり女性の方ですね、特にファスティングをして、ダイエットするのはいいけど、それでこう顔のシワだったり、ほうれい線が深くなったら嫌なんですっていうのはですね、ご質問をいただくことが多いです。はい、それについてですね、しっかりご説明させていただければと思います。はい、まずお答えとしてですね、その心配はありませんよっていうことなんですけども、その理由としてはですね、ファスティングっていうのは筋肉を落とす方法じゃないっていうことなんですね。はい、他のダイエット法でですね、特に糖質制限というもので起こりやすいんですけども、糖質制限っていうのは、糖質を取らないことによってですね、筋肉が落ちてしまうんですね。痩せることは痩せれますけど、筋肉が落ちてしまうんですよ。で、筋肉が落ちて体重が減ってもですね、やっぱりこう基礎代謝が落ちてしまいますから、リバウンドにつながったりとかもしますし、かつこの筋肉が落ちることによって、顔の筋肉が落ちてしまいますから、ほうれい線だったりとか、シワ、顔のたるみっていうところにですね、つながってくるっていうことなんですね。で、逆にですね、ファスティングっていうのはなぜこう筋肉が落ちないのかっていうふうに言うとですね、ファスティングっていうのは、食べないっていうふうには言ってますけども、ファスティングドリンクっていうファスティング専用のですね、酵素ドリンクを取るんですね。そうすることによって筋肉が落ちないようにですね、必要な糖質は入れていくっていうことになるんです。はい、で、なぜ筋肉が落ちるのかっていうことを簡単に説明させていただくとですね、食べないことによってですね、血糖が下がりますよね。血液中の血糖値が下がりますから、そうするとこう脳が枯渇します。脳っていうのはブドウ糖がこうエネルギーになりますから、ブドウ糖はやはりこう必要ですよっていうふうになるわけですね。血糖値が下がることによって、そうすると筋肉を分解してしまってですね、筋肉を分解してアミノ酸からブドウ糖っていう形にしてしまうんですね。そうすることによって筋肉が落ちてしまってですね、体重は落ちるけど、垂れてしまうっていうような形になるんです。なので、ファスティングドリンクで必要な血糖値はですね、血糖値はこう保っていくことによって、脳が満足する、そのことによって空腹感がですね、こう出ずに保たれるっていうこともありますし、かつ筋肉分解を防ぐっていうこともですね、やってくれるっていう形になります。かつ私がファスティングをサポートさせていただくときは、アミノ酸のですね、サプリメントもですね、取っていただくようにします。そうすることによって、さらにこう筋肉分解を起こさないようにするっていうようなですね、役目もあります。はい、そうすることによってファスティングをした後はですね、筋肉が落ちずにですね、逆に脂肪だけ落とすような方法ですから、顔がこうピッとこう引っ張られてこう痩せるような形になります。はい、なので、こう垂れてですね、こう老けるような痩せ方はしませんので、ご安心いただければと思います。はい、で、そこでこんな話をするとですね、結構ですね、ファスティング中っていうのは脂肪燃焼が起こってケトン体が分泌されるから糖は取る必要ないんだみたいなですね、意見をいただくことがあるんですけども、脂肪燃焼が始まるのは3日目からなんですね。3日目からなんですよ。で、そこからケトン体が分泌されることで、確かに脳の栄養にはなりますけども、1日目2日目っていうのは肝臓に溜まっているグリコーゲンっていうものを分解するんですけども、それもですね、それがブドウ糖としてこうエネルギー源になりますけども、実際そのスピードでは間に合わないんですね。間に合わないことによって、この糖新生って言われるですね、筋肉分解してアミノ酸ブドウ糖っていうことが起こってしまいますから、特に1日目2日目っていうのはやっぱりファスティングドリンクを取ることによって血糖値をやっぱり保って筋肉分解を防ぐっていうことがすごく大事になります。で、3日目ももちろんファスティングドリンクは必要です。血糖値を保つっていうこともそうですけども、ケトン体が出ることによってこう脳のエネルギー源にはなりますけども、ファスティングドリンクを取ることによってですね、脂肪燃焼をこう促進するですね、ミネラルですね、マグネシウムだったりとか、そういったものがしっかり入ってますから、ファスティングのこう脂肪燃焼をこう促進する要素もやっぱりファスティングドリンクには役割として含まれていますので、やっぱり3日目以降もファスティングドリンクをですね、しっかり取る必要があるということになります。はい、といったところですね、ファスティング後にですね、ほうれい線だったりこうシワがですね、こう深くなることはありませんので、安心してですね、しっかり分量通りファスティングドリンクを取っていただければ、筋肉は落とさずですね、脂肪だけ
こう落としてですね、こうピッと中から引っ張られたようにですね痩せて、まあ、腸内環境が改善されて美肌効果もありますので、ぜひですね綺麗になりたいあなたはですねファスティングを試していただければなというふうに考えています。はい、もしご質問とあれば下にホームページのリンク貼っておきますのでご質問ください。またですね、今後もファスティングに関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。はい、では本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。